アイルランド、アイルランド、またはアイルランド共和国。共和国は北西ヨーロッパ、北、大西洋のアイルランド島の大部分を領土とする立憲共和制国家。首都はダブリン。島の北東部はイギリスのカントリーの一つである北アイルランドと接している。独立前より北、アイルランドも自国の領土であると主張し、イギリスとの対立と抗争を繰り返してきたが、 1998年のベルファスト合意により領有権を放棄した。2005年、エコノミストの調査では最も住みやすい国に選出されている。憲法で定められた正式名称はアイルランド語で、エアル、英語ではアイアランド。国際連合や欧州連合ではとして国名登録されているが、その一方で、1948年、アイルランド共和国法、 憲法の規定を覆す効力はないもののを交渉とする旨を定めている。日本語ではアイルランドとアイルランド共和国の両方が使われており、外務省は前者を用いている。アイルランド語読みのエールと呼ぶこともある。漢字による当て字はアイランドで愛と略す。新京都革命、宗教戦争、三王国戦争、イングランド、内戦。 1652年、五国教、オリバー・クロームウェルによる、アイルランド侵略、事実上の植民地化。これ以後正式な移民が始まる、イングランド共和国の成立、イングランド王政復古。名誉革命、1688年から1689年、ウィリアム・マイト戦争。1949年以降は、共和制を採用している。元首は、 大統領で国民の直接選挙により選出される。大統領は基本的には名誉職であり、儀礼的な役割を主に務めるが、意見立法審査の請求、首相による議会解散の拒否などの権限があり、国軍の最高司令官を務める。初代大統領は、作家のダグラス・ハイドが就任した。1990年から2011年まで、メアリー・ロビンソン。 メアリー・マッカリーストに抱い続けて女性が大統領に選出されており、保守的傾向の強かったアイルランドの変化を象徴している。現在の大統領はマイケル・ D ・ヒギンズである。アイルランドの議会、ウラクタスは任制で上院がシャナズ・エアラン、下院はドイル・エアランと呼ばれる。議会から選出された首相、T 職が行政府の長となる。 1973年には EC、現 EU に加盟している。2017年6月、少数与党の統一アイルランド党の党首で同性愛者であるレオ・バラッカーが首相に選ばれたが、これはカトリック教国では初めてのことである。今後は英国保守党と格外協力する北アイルランド民主統一党との関係に関心が持たれるが、 英国の EU 離脱をめぐってアイルランドは来た。アイルランドとの間の自由通行の維持を主張している。アイルランドの警察は1922年に創設された。アイルランドでは自国警察のことをガーダ、単数形、複数形、ガーディーと呼ぶ。アイルランドは陸、海、空三軍を要し、平時の兵力は8500名。他に、 陸軍の予備役1万3000名がある。安全保障については、中立政策を採用しており、第二次世界大戦には参戦せず、北、大西洋条約機構にも加盟していないが、国際連合平和維持活動への派兵は行っている。オリバー・クロムウェルの侵略以降、民族や領域としての自治が剥奪され、イギリスが最初に支配した植民地となった。 プロテスタントによるカトリック教徒への迫害があり、また植民地政策で工業化は遅れた。土地政策はイングランドのアイルランド支配にとって重要で、しばしば深刻な影響を与えた。経済基盤は弱く、大規模地主による古作農を刺激した商品作物栽培という典型的な植民地型農業であり、アイルランド人の2、3は農業に従事していた。 さらに、羊毛のための囲い込み政策が追い打ちをかけ、これは1800年代前半に相次いで発生したジャガイモ基金という惨事として現れた。市場において高く売買される農作物がイングランドに大量に移送される一方で、アイルランドからは食物が枯渇し、不作に見舞われた小ク実りの大量菓子が発生したため社会問題となった。飢餓や貧困から逃れるために、 生き残った多くのアイルランド人もアメリカ合衆国へと移住することになる。これによって1840年は800万人を数えた人口は1911年に440万人にまで減少し、アイルランド語を話す人口も激減した。これ以降もアイルランドの総人口は回復しておらず、現在に至るまで最盛期には遠く及ばない。 ジャガイモ基金はイングランドにとっても深刻な社会問題として衝撃をもって受け止められ公共事業支援や食料援助などが実施されたものの貧困から来るアメリカへの移住など住民の離散をうことは困難であったイギリスで1840年代に沸騰していた鉄道バブルはこれにより崩壊したマルクスは資本論の序実でこの惨事について言及した この時期に受けた困難はアメリカに移住したアイルランド人の原点となり、後のアイルランド独立闘争の際にしばしば言及された。また、帝国主義的植民地経済システムが現実の災害をもたらした顕著な例として、経済学や政治社会学でしばしば論じられた。1919年から1922年のアイルランド独立戦争では休戦協定が結ばれ、 AI 条約が締結された。アイルランド自由国が成立して、独立戦争は終結したが、イギリス連邦下であることにも不満を抱く者は、イルランド内戦を起こした。しかし、イギリスは、アイルランド共和国にとって無視できない存在であり、経済的及び人的交流は、古くから盛んである。北、アイルランドでは、アイルランド貴族を求めて、 テロ行為を繰り返す IRA しばらく派など、ナショナリストとユニオニストとの紛争が起こっていたが、和平プロセスが進んでいる。アイルランド共和国はとはなっておらず、北アイルランド和平が現実に近づくにつれ、様々な分野での南北の交流が広がっている。1997年に、トニー・ブレア首相が100万のが死者。 百万の意味を出した1845年から1849年のジャガイモ大基金について今日それを反省してみるにつけ苦痛をもたらすものであったとコメンした1998年には来たアイルランドア兵合意が成立した殺し合いに嫌気がさしたこと南の経済発展に焦りを感じたことが契機となるしかし強硬派が納得せず失敗しさら20年が経過する 2005年、イギリス在京軍人会アイルランド支部主催の第一次、対戦戦没者追悼行事に、アイルランド大統領が出席。アイルランド人兵士の名誉回復と追悼を訴えた。彼らは、アイルランド自治獲得促進の意思を持って参戦したのに、それまではイギリスへの協力者と、非難されてきた。2007年2月、クロークパーク競技場でのラグビーシックスネーションズの、試合、 アイルランド対イングランド戦が平穏に行われる。イギリス国家の演奏にあたりアイルランド側から一つのブーイングもなく、イギリスとアイルランドの歴史的和解の象徴となった。この競技場は1920年の独立戦争の時、イギリス軍がゲイリックフットボール観戦中のアイルランド人を虐殺した場所で繁栄闘争の聖地であった。アイルランドは伝統的に 繁栄感情が強いものの、イギリスの公用語である英語を使用しており、英語留学先として人気がある。19世紀後半、イギリス植民地支配に苦しんだアイルランド人は、同じ英語圏の国へ移民を行わざるを得なかった。当時、同じくイギリス植民地であったカナダやオーストラリアにおいては、やはり支配層から差別される立場であったため、 植民地からの独立を果たしていたアメリカ合衆国に、その多くが渡った。そのため、アイルランド系アメリカ人は今日でも多い。シカゴからルジアナに至る、いわゆるバイブルベルトでは、アイルランド系移民によるカトリックの影響が強く、聖パトリックの祝日を盛大に祝う風習がある。人口の多いニューヨークでもアイルランド系住民の絶対数は少なくなく、蒸期祝日は、 盛大に祝われる。しかし、開拓当時のアメリカ人からは、アイルランド人移民の貧しい生活や異様と取れる、風習、イギリスで非正復民として、低く見られていたこと、カトリック教徒であったことなどにより、危機感を持たれた。アイルランド人は、人種的に見て、白人に含まれるが、アメリカ市民には、ふさわしくないとされて、以降、偏見の目と差別に苦しめられた。 しかし後にはその社会的地位は向上し、大統領となったジョン・ F ・ケネディ、そしてロナルド・レーガンは、祖先の個地アイルランドを訪問、温かく歓迎された。アイルランドは、経済面で、アメリカ依存が強い。一方で1990年代のアイルランドの奇跡と言われる、経済成長の背景には、国内総生産の7%ほどに相当する EU からの援助金も無視できない。 アメリカ、EU からの投資は特に教育制度と公共設備に充てられ、アイルランドの経済力を強化したが、より重要なのは EU 諸国間では比較的低い法人税と安い賃金である。それに惹かれて外国企業、とりわけアメリカの多国籍企業が生産拠点とヨーロッパ事業本部をアイルランドに設立した。アイルランドの国語が英語であることもアメリカ企業に とって重要で、また、アメリカ本部とアイルランド支部との時差を利用した仕事分担の恩恵もある。エレクトロニクス、製薬のようなハイテク産業や金融サービスなどにおける外国投資はアイルランド経済の原力となっているが、その内訳の80%はアメリカによるもので、アイルランドで活躍している。アメリカ企業は600社、その従業員は10万人規模に及ぶ。 アメリカから見てアイルランドはヨーロッパ市場を狙う前進基地であるが一方でアイルランドでの収益率は他のヨーロッパの国よりも2から3割ほど高い。アイルランド人は植民地支配の経緯によりイギリスに対し伝統的に敵対的であるがかつてイギリス植民地から独立しアイルランド人にとって苦難の時期には多くのアイルランド系移民を受け入れた。 アメリカ合衆国に対しては好意的である。旧創四国が残していった英語を駆使して、第二次大戦後にイギリスに代わって世界一の経済大国となったアメリカと活発な取引を行っているが、これは同じくイギリスの植民地支配を受けたインドと同様の傾向である。第二次世界大戦では日本政府が中立国で活動している自国の外交官たちのため、 スイスのアイルランド大使館を経由して送金していた。1957年には日本との国交を樹立した。アイルランド島は歴史的な慣習から自治権のないこの音、マンスター、レンスター、アルスターの4つの地方に大別される。これらは32の州、カウンティーで構成されるが、このうちのアーマー、アントリム、ダウン、ティロン、テリー、ファーマナの6州が、 イギリスの統治下にある北、アイルランドに属している。2011年におけるアイルランドの古代都市は次の通り、アイルランド島の南側、約6分の5がアイルランド共和国、残りは北、アイルランドで英国領である。面積は 7282km、北、アイルランドを加えると 84421km、北海道よりもやや広い。 南北に約5 0 0トル、東西に約3 0 0トルある。大西洋の北東部にあり、東のアイリッシュ海でグレートブリテン島と隔てられている。西部は山地、丘陵、断崖の風景が広がる。中央部は氷河によって堆積した粘土と砂を含む、低地で沼地や湖が多く存在する。南西部の山岳地帯に最高地点。 標高線3 8メートルがある。北東部に玄武岩台地があるほかは、ほとんどの地域が河口岩に覆われている。温暖なメキシコ湾流と大西洋から吹く偏西風の影響で、気候は安定した西岸海洋性気候となっており夏は涼しく、冬は緯度の高い割に寒くない。また、地域による気候の差もほとんどない。 平均気温は最も寒い1月と2月で摂氏4度から摂氏7度程度、最も暖かい7月と8月では摂氏14度から摂氏17度程度である。最低気温が低、摂氏10度より下がることや、最高気温が摂氏30度を超えることはほとんどない。年間の降水量は平野では1000ミリメートル程度である。山岳部では さらに多く2000ミリメートルを超えることもある。月ごとの降水量はほとんど変わらない。アイルランド経済は他のヨーロッパ諸国と比べ小規模であり国際貿易に大きく依存している。かつては西欧でも長きにわたりポルトガルなどと並び最貧国の一つに数えられたが1990年代に入ってから EU の統合とアメリカを中心とした外資からの 投資などにより急成長を遂げた。1995年から2000年の経済成長率は10%前後であり、世界において最も経済成長を遂げた国の一つとなった。以前に経済の中心を成していた農業は産業の工業化により重要度が低下した。現在では工業は GDP の46%、輸出額の80%、 雇用の29%を担っている。近年のアイルランド経済の力強い成長は、外資企業、多国籍企業や輸出が寄与するところが大きいが、国内における個人消費及び建設、設備投資による影響も見逃せない。好調な経済に伴いここ数年のインフレ率は4%から5%で推移していたが、2005年度には2.3%に低下した。 アイルランド国民の関心を集めている住居価格は2005年2月で25万1281ユーロだった。失業率は低水準を維持しており、収入も順調に増加している。世界の主要都市における調査によると、アイルランドの首都ダブリは22番目に物価の高い都市であり、2003年度の調査から2位上昇している。アイルランドは EU の中で、ルクセンブルクに次いで、人口あたり GDP が大きい国であり、これは世界においても4位に位置している。ただ、OECD の調査によると、他の欧州諸国と比べても貧困率が高い、傾向があり、今後の経済成長に期待すべきである。2007年度より、経済の急激な落ち込みが始まり、特に不動産価格の急激な下落が記録されている。 同年より起きた世界的なサブプライム問題によって多くの銀行、証券会社などが驚愕な損失を発表しており、また2008年には経済が2.5%程度縮小、見込み、失業率が前年の5%から10.4%に上昇するなど、ユーロ圏でも特に深刻な不況に陥っている。国土の16%が農地、47.7%が 牧場並びに牧草地として利用されている。農業従事者は16万人であり、生産年齢人口、国民の67.5%のうち5.7%を占める以上2003年時点の統計値。アイルランド経済は貿易依存度が高く、同時に農業、特に牧畜業に依存している。しかし、貿易、輸出品目の上位には、 農業生産物が登場せず、国内消費を満たす生産水準に止まっている。主要穀物では、大麦、116万トン、以下2004年の統計値、次いで小麦、85万トン、第3位に、ジャガイモ、50万トンが並ぶ。野菜類では、天才、砂糖大根、150万トンが飛び抜けており、次いでキャベツ、5万トンの栽培が盛ん。畜産では、牛、 704万頭が中核となり、ついで羊、485万頭、鶏、1280万羽である。このため、畜産品である牛乳の生産、550万トンは、世界シェアの1.1%に達する。アイルランドの工業は、鉛とア鉛を中核とする。2003年時点で沿行の生産は5万トンで、世界シェア9位。 アエン鉱は25万トンで同8位である。イース州ナバンに位置するタラ、タラ鉱山はヨーロッパ最大の鉛、アエン鉱山。他に、キルケニー州とティッペラリー州にも鉱山が点在する。いずれも、海水を起源とする相関水が石灰岩層にトラップされて形成されたアルパイン型鉱床の代表例である。これ以外の金属資源としては、銀もわずかに産出する。 天然ガスを生産しているが、消費量の数パーセントをまかなうに過ぎない。無塩炭はほぼ枯渇している。ケルト系、またはアングロサクソン系のアイルランド人が大多数を占める。憲法で、第一公用語はアイルランド語、第二公用語は英語と規定されている。しかし、一部を除くほとんどの地域では、日常的には英語、一方ごとのアイルランド英語が使われている。 アイルランド固有の言語であるアイルランド語はイギリスの植民地となった16世紀以降約400年にわたる支配により英語にとって変わられ衰退したその後19世紀以降の独立運動の中でアイルランド語の復興が図られてきた近年は政府による積極的なアイルランド語復興政策が実行されているそのため 政府による文書や街中の標識などもアイルランド語と英語の二言語で表示され、2007年にはアイルランド語は EU の公用語に追加され、登録された国の公用語も英語ではなくアイルランドになった。テレビやラジオなどでもアイルランド語による放送が行われている。義務教育では必修であり、アイルランド語のみで教育をする学校もあるほか、公務員試験でも試験が課せられる。 このように、アイルランド語は、日常話者こそ英語に比べると未だに少ないものの、アイルランド人のアイデンティティの一つとなっている。2006年センサスによると、国民の10%がアイルランド語を、学校外においても、日常的に使用し、15歳以上の39%が、自らはアイルランド語話者であると分類している。日常的に、アイルランド語が話されている数少ない地域である。 ゲールタ派と地方においては、アイルランド語のコミュニティ保護のための強力な保護政策が取られている。アイルランド語復興政策の影響で、2011年には、およそ約9万4千人がアイルランド語を日常的に用いており、130万人が学校外でアイルランド語を用いているという統計があり、徐々にアイルランド語が復権してきている。アイルランド共和国は、 国家として宗教に中立な立場を取っている。国民の約86.8%がローマカトリック教徒である2006年時点。アイルランドの守護聖人は聖パトリックと聖ブリジット。カトリック以外ではアイルランド国教会、長老派教会、メソジストと続く。近年イスラム教の増加もあり1996年にはダブリンのクロンスキーにモスクができた。 婚姻の際には婚姻後の死として、事故の死を称すること、夫婦別姓、配偶者の死を称すること、夫婦同姓、結合死を称すること、事故の死を、ミドルネームとし配偶者の死を称することからの選択が可能である。一般性収を原始としたユニバーサルヘルスケアが達成されており、公的セクターがプライマリケア診療所を運営している。利用には、 自己負担が発生する。民間医療保険市場も存在し、加入率は44.6%であった2013年。アイルランドにおける教育システムは、他の西ヨーロッパ諸国の例と大きな違いはない。各段階の公立、私立学校双方の授業、運営に、カトリック教会が関与する点が特徴である。詳しくは、アイルランドの教育を参照のこと。 トリニティカレッジの物理学者、アーネスト・ウォルトンは1951年にノーベル物理学賞を受賞している。古くはケルト人による文化が栄え、ローマ時代の書物などにその一端が記されている。6世紀以後にはケルズの書に代表されるようなカトリック信仰に基づく、キリスト教文化が広まった。牧畜業が盛んなため、乳製品や肉、 その加工食品が多く食されている。ジャガイモは多くの食事に添えられている。島国にもかかわらず魚の料理は少ないが、スモークサーモンは人気が高い。西部に行くと魚介類の料理が増える。近年の経済発展とともに、海外の食文化も取り入れられ、伝統料理と組み合わせた多くの創作料理で外食産業を賑わせている。紅茶の消費量は世界一である。 ビールのスタウトが多く作られている。現在の文字が導入される以前は、ケルト神話として残る、神話、英雄伝説を扱う工場文学が栄えた。その後のアイルランドの文学にはアイルランド語で書かれたものと英語で書かれたアングロアイリッシュ文学がある。イギリスの植民地時代、連合王国時代には、アイルランド出身の小説家により多くの優れた。 小説が英語で執筆された。この中には、ガリバー旅行機のジョナサン・スウィフト、ドリアン・グレイの肖像、サロメのオスカー・ワイルドなどがいる。ジェームズ・ジョイスは、ユリシーズなどの著作で二十世紀の欧米文学に大きな影響を与えた。アイルランド出身のノーベル文学賞の受賞者として、W.B.E.A.T.1923 年、ジョージ・バーナード賞、1925年、 サミュエル・ベケット、1969年、詩人のシェーマス・ヒーニー、1995年がいる。アイルランドの伝統音楽は、ダンスの舞曲、無伴奏の女ジジシカや女ジョジョシカ、移民の歌、反戦歌などがある。近年では、ポピュラー音楽の分野において、多くのアーティストが世界的な成功を収めている。また、多くの英国のロックバンドや、 ハリウッドの戦前の監督や俳優の多くをが占めていた。近年のポピュラー音楽のアーティストの中では、バン・モリソン、ロリー・ギャラガー、ゲイリー・ムーア、シン・リジオ・ヨビ・フィル・ライノット、メアリー・ブラック、シネイ・ド・オコナー、U2、クランベリーズ、マイ・ブラッティ・バレンタイン、エンヤ、ウエスト・ライフ、ケルティック・ウーマン、ボーイゾーン、ザ・コアーズなどが世界的に有名である。また、 ノーベル平和賞候補者にも選ばれた元ブームタウン、ラッツのボブゲルドーフもアイルランド出身である。渦巻き、組紐、動物文様などが組み合わされたは、キリスト教というし、ケルズの書、ダローの書などの装飾写本を生み出した。また、ケルティッククロスなどのキリスト教装飾もある。演劇は、アベーザを中心とする文芸復興運動で、 現代のアイルランド人のアイデンティティ形成に大きな役割を果たした。伝統的なアイリッシュダンスを現代風にアレンジをしたリバーダンスの公演の世界的大成功によってアイルランド文化への再認識も進み、現在ではケルト音楽という回顧趣味的なポピュー音楽が一つのジャンルとして人気を博すようになった。アイルランド国内には ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件存在する。ニューグレンジを含むボイン渓谷の遺跡群とシュケリックビヒルである。ゲイリックフットボールやハーリングといった伝統的なゲイリックゲームズが人気が高い。その他にサッカーやラグビーも人気が高い。サッカーは多くのアイルランド選手が海外のクラブチームでプレーをし、 ラグビーはシックスネーションズの競合国である。ゲイリックフットボールやハーリングなどのゲイリックゲームズは教育現場でも取り入れられ広く普及している。州によるゲイリックフットボールとハーリングの対抗戦は人気があり、州ごとの連帯感を演出している。優勝クラブを決定するオールアイルランドファイナルは毎年大変な盛り上がりを見せる。ゲイリックゲームズは アマチュアスポーツであり、州代表の選手もすべて職業を持っている。サッカーは近年のワールドカップでの活躍もあり、人気が高くなった。ロイキンはマンチェスターユナイテッドで長年首相を務め人気の高い選手だった。他の代表選手もイングランドやスコットランドのチームで活躍している。ラグビーアイルランド代表はアイルランド共和国と 北アイルランドとの合同チームとなっている。アイリッシュ界の両側の国で作ったラグビーのドリームチームのブリティッシュアイリッシュライオンズで首相を務めたのはブライアン・オドリスコイルだった。アイリッシュダービーに代表されるアイルランドの競馬も盛んである。サラブレッド生産規模は世界第3位の年間1万2000頭で世界の10%にも上り、イギリスやフランスの競馬を 影から支えている国際的コースも多く2006年のライダーカップはアイルランドで行われたアイリッシュベースボールリーグという野球リーグが存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。